はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第,第42回第4回はいじゃよろしくお願いします、えー、今回は高校受験対策趣シ旨シリーズ第42弾やっていきましょうということで今回この10問やっていきますのでまずね一回動画止めていただいて是非ね時間を計りながらチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に不安な問題がもしねあれば今から自分が はい、いよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の刺しシリーズ第42弾やっていきましょうで問題は10問ありますので是非ね時間を計りながら動画止めてもらってねチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部解説やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします よしじゃあ画面下げましょうお待ちくださいこれさ本当にどうでもいい情報なんですおうまくいったのおい情報なんですけどじわあの口内炎がめちゃくちゃできやすいんですよなんか体質らしくって多分みんな見てくれてるみんなの中にも口内炎できたことない方いると思うんだよきっと俺知り合いにもいるんだけど俺めちゃくちゃできやすくって昔からうわっょいごめんでね今口内炎がさあ荒ぶってて口の中に今3つできてんの で口内炎って、まあ、食べるときも痛いんですけど、喋るときも結構当たると痛いんよ。で、滑舌がいつもの3倍ぐらい悪いので、お許しください。行きましょう。はい、ということで、まず1番ですね。まず指数がございます。4の2乗ですね。まあ、こいつを処理していきます。えー、指数が入ってる場合は、そっちからまず計算していくので、4の2乗。で、指数に関しては、まあ、ポイントがちょっとあってですね。まあ、4をね、ちょっと使っていくと、まあ、これかな。この違い。 まあ,あともう一個足すとこの違いですね。これ全部違いを押さえておいてください。あの2乗っていうのはその4っていう数字を2個かけるっていう意味があるんですけど例えばこのマイナス4の2乗っていうのは何が2個あるのっていうと4が2個あるって意味なんでつまり4かける4なんですよ。4が2個だからかけ算するからね。で今、まあ、16じゃないですか。それにマイナスがくっつきますよっていう発想。だからこれマイナス16になります。 ここはマイナスなのね。先にやっちゃうと1 3く1 6になるので計算してマイナス3で終了ですよとこれで終わり。で大事なのは下で括弧の外に指数、まあ、2乗はくっついてる場合は括弧丸ごと2個かけてねってルールなの。だからマイナス4が2個こうかけ算になってるよと。 そうするるとマイナス,かけるマイナスなんだこれプラスになる。んだよよね16ってプラスになるだから変わりますよとでこのッコの中に2乗くっついてるのはこれ計算上くっつけただけなんでもともとこうなんだよねこれと一緒です上と。でそれにこうくっついてるだけだからま無理やり書くんだったらこうなってるわけ同じだからね。この違いは非常に受験狙われますのでしっかりね押さえておいてください。では2番いきましょう。 え、ルート50の方ですね。こっちを直していきたいと。で、ルート50っていうのは25、25×2 です。50はね。<laughs> で、25がえ5の2乗ですね。5の2乗。ルートの中で2乗になれば外に出てこれます。つまり、ルート50っていうのは5ルート2。5が出てくるからね。こうなる。で、3ルート2となって、えー、外の数字、5マイナス3はできるから2。で、ルートの中は変わりません。 つまり2ルート2これで終了となりますさあじゃんじゃんいきましょうではさっきのね説明がここに生きてきますまず指数がございますこっちですね括弧の外に2乗がくっついているつまり括弧丸ごと2つかけますだから今マイナス 3y かけるマイナス 3y です括弧丸ごと2個分だからねじゃあマイナス3かけるマイナス3すると9で y が2個だから 9y2 乗になりますこの部分 9Y2 乗消しちゃっていいか <laughs> いいねここが 9Y2 乗に変わりますとこうやってねであとは普通にやっていきましょう、まあ、数字は数字で考えていきましょうか 18÷9 すると2、X、はそのまま残りますで y の3乗から y の2乗を割ると y が1個残るのでこれで終了です、まあ、もしくは自分よく分数を使ってね説明するので、まあ、割り算を分数にして Y 乗は下ですね、割り算だと下に来る。で 18xy3 乗ってこう書いて約分して 2y を2個使って3個のうち2個減るから1個残る。で残った数字が 2xy でこんな感じでも構わないですどっちでもいいですね。で4番です。まあこれ見た時ああここ負じゃないんだってまあもしかしたらね自分の動画よく見てくれてる方はそう言うんじゃねえかと思ったかもしれない言っちゃったけど。 ここマイナスの方が多いですマイナスの分配方則が引っ掛けだからね基本的に。だから今回プラスなので、まあえー、とシンプルに3配って 3x <laughs> の度がマイナス6となります。で x 同士計算すると 6x、えー、プラス1とこれで終了です。で5番ですね、えー。これを見た時に公式使えると思った方はぜひそっちで、ね、解いてください。 あのー、全部書け4回書けて全部くっつけるっていう方法でも解けますもちろん公式が思いつかなかった方は地道に解いてください導けるから時間かければただ時間かかるんだよねでこれは何の公式かっていうとおっと開いてなかった括弧の中身がさパーツが同じなんだよねあよくうかパーツこうのことパーツって言い方するんだけど x, y で同じなの。ルート7、ルート7っていうパーツでしょ ?2 ルートコ、2ルートコっていうパーツで一緒ただし中身の符号がここがプラスと y になってるよ。あプラスとマイナスになってるよっていう。で、これの公式は左のパーツの2乗、マイナス右のパーツの2乗です。こうなるよね。これみんなやってるやつ中3で。じゃ、それを使ってやっていくと、まず左のパーツの2乗だから、ルート7の2乗です。ルートは2乗すると、ルートが外れるので、7になります。で、引くだよね。引く。<laughs> で、右のパーツの2乗。2ルート5の2乗です。ちょっと頭の中で厳しい方はいるかもしれないので書きましょう。こういう状態。2ルート 5×2 ルート5。これは、ルートは外と外掛け算します。外の世界ね。2と2を掛け算して4です。で、ルート 5× ルート5。さっきと同じで、ルートが外れるので5になる。で、ここは掛け算ね。こうなってる。つまり 4×5 なんで、4、5、20。 で7マイナス20やるとマイナス13となってこれで終了となりますちょっと後のことを考えて消しておきましょうああそうでねまあこの刺しシ,シリーズも <laughs> 第42回なわけですよで基本的には受験の時にねあのぜ実際に受験出された問題を使いつつ実際みんなが本番で絶対取ってほしい問題を寄せ集めて作ってるんですけど たまに、ちょっと S 心が出て、難しいの入ります。今回1問入ってるんですよ。それ9番なんですけど。まあ9番、まあ難しいってか、自分自身は解けるんだけどね。解けるんだけど、まあそんな問題もありますので。で、ただそれは、いや、おいミスれよミスれよっていうに作ってるんじゃなくて、ちょっと難しいんだけど、でも取れるようになってほしいっていう。俺が塾講師の時だったら、どんな生徒、偏差値35であろうが何だろうが、絶対これは力にさせるって思った問題だけセレクトしてるので、 難しいよ、それ。って思うことあるかもしれないんですけど、それは自分が意図的にやってることなんで、ぜひついてきてもらえたら嬉しいです。ちょっと話脱線してごめんね。行きましょう。で、これです。久々に見ました。受験問題見てるとき、あんまり見ないんですけど、このタイプ。特徴的ですよね。イコールが2個入ってます。ただ、これはみんなが中2の連立方程式のときに、みんなが学校から配られたワークでも、おそらく1問はあります。どっかに。た、おそらく C 問題か正末のとこにある。 と思うんですけどこれ連立方程式で解けますこれ、ね、でどう解くかっていうとじゃあここを A としましょうかここを B ここを C イコールでね切った時に ABC って考えた時に好きなところを2つ持ってきてください好きなところを2つ例えば A と C をくっつけて x マイナスプラス1イコールマイナス 2y みたいな A イコール C でくっつけたでしょ じゃあ,あともう一個 B イコール C でくっつけようか。3X プラス7イコールマイナス 2Y とこうなります。これで連立方程しとけばいいの、あと。もちろん A イコール B でやっても OK です。どれで使ってもいいんですけど、2個自分で式を作って連立といていく。で、OK っていうね。で、こうはちょっとさっき自分でやってるので、あの、一時下から処理します。下はマイナス 2Y こっち左辺に持ってきてって思ったんだけど、違うわ。これ、そのまんまいけるね。あー、でもどうしよっかな。 2y 揃ってるからさ、引き算すれば全部消えるんだけど、あ、それでやっていいよ。やった構わないんだけど、数学苦手な方は多分ね、xy イコール整数っていうか、あの、実数、実数じゃねえや、えー、定数か、になってる方が、多分分かりやすいと思うので、ちょっとまとめますね。これさ、あの、はしっちゃダメだね。マイナス 2y 左辺持ってくると、x、プラス y。こいつがプラス 2y になって、マイナス y とくっついて、プラス y になります。 で、プラス1を右辺に持っていくと、マイナス1。まとめるとね。で、これもマイナス 2y こっち持っていきましょう。3x プラス 2y。イコール7向こうに持っていくと、マイナス7と。式がこう、ちょっと綺麗になりましたね。で、ここから解いていくんですが、まあ y を揃えましょうか。もう一回2をかけます。2をかけて、で、えー、っと。まあ上と下の式逆にした方が、 計算ミスは減るだろうけど全体2をかけると222になるからこうなるね。で下の式はそのまんまにしてこうですね。で引き算すると、えー、ここが 2x-3x なんでマイナス -x イコールここがねプラス7に変わるから5つまり x イコールマイナス -5 になります。マイナス5ね。でこの式を一番きれいになった子ここがいいです。 もちろんこの前の式でもいいけどね。どっちかに入れましょう。でも上のが楽だね。ここにマイナス5を入れると、マイナス5になって右辺に持っていけば y、y イコール4となるので、これで終了となります。で、ちなみにですね、この、えっ、ー、と、答えが合ってるかどうかもチェックができます。連立系なんでね。でどうするかっていうと、マイナス5と4って数字を a、b、c 全部に入れてください。全部に入れる。 でやってみるちょっと、あの、口でガッて説明しちゃうけど、マイナス5、マイナス4、プラス1になるから、ここマイナス8なんだよね。ここはマイナス5を入れると、マイナス15、プラス7だからマイナス8。4入れると、マイナス2かける4だからマイナス8。全部の数が一致してるから、絶対にあの答え正解です。絶対に合ってるっていう。で、確かめができるので、まあ、時間の余裕とね、相談しなきゃいけないところあると思うんですけど、ぜひやってみてください。ちなみに自分もやりました。これ解いたとき。 不安だもん。これはちょっとミスった可能性あるなと思ってやった。いいかなじゃあ次7番です。えー、7番はですね、a と b が負の数と、まず言っております。負の数ね。まあ、マイナスなんです。a と b はマイナスです。負だから。で、ab、a+b す、マイナスカッコ、a+b す、カッコ、a マイナス b の2乗、この中で、その値が常に負になるものはどれか、一つ選べ、記号で答えなさいと言ってます。 でこのタイプの問題、まあ、ちょこちょこ出されるわけですけど、まあ、割と捨てる方が多いわけです苦手な方の中でもねでこれ攻略法というかやり方が1個あって、まあ、絶対あの通じるわけじゃないんだけど通るわけじゃないんだけどぜひ覚えててほしいのがもう具体的な数字を入れちゃえばいいあっとじゃポイントって書いておこうか数を入れるんです 色をちょっと間違えましたけどまあ許して数を入れる汚いな字がどういうことかっていうともう負の数って言ってるからじゃあ負の数っていうルールを崩さないようにじゃあ A をマイナス 2B をマイナス3みたいな仮決定をするの自分でこうやって仮決定するこれが負の数って言ってんのに正の数 A は2でとか B はマイナス3だめだよ ちゃんとルールに乗っ取らなきゃいけないんだけど、数を決める。で、あと計算してみる、全部。全部やってみるの。AB かけ算でしょマイナス2かけるマイナス3って6じゃん。プラスになってるじゃん。今回、常に負の数って言ってるから、もう何か自分で設定して、プラスの数になった瞬間に答えじゃないから、絶対。次、A たす B、マイナス2、マイナス3だから、マイナス5、負になったじゃんと。で、これが同じようにやると、これプラス5になる。お、プラスになってるからダメじゃんって。 でこれも A-B なんで、えっと、中身が1になるで1の2乗だから1ダメじゃんってほら1個しかないでしょだから答え2、e、なんですよ今回これ決着ね答えっぽくなっちゃうからっていう風にやってくださいこの、まあ、A と B がこう,こういう数ですっていうルールが指定されて、まあ、こういう正になる時とか負になる時みたいなの探す問題結構あるんですよ選択問題でねその時は具体的な数を入れちゃうの自分で で、試してみる。で、もしかしたら今回、今回ね、うまくいったけど、あの、2箇所、マイナスになってしまったりした場合は、ちょっとね、その後もう1個違うパターン。今、マイナス2とマイナス3で置いたんだけど、じゃあ、マイナス7とマイナス1とかっていう置き方をしてやってみると、どっちかが崩れる可能性もある。それでも崩れなかったら、最後は勘に頼ってもいいかもしれない。それは。 でも、4択から4分の1で勘を書くよりも2分の1で書いた方が得点は取りやすいよね。ずるいこと言ってるけど。でも大事なんだ、それが。だから、このやり方ぜひね、覚えておいてください。では、8番行きましょう。8番は、一辺の長さが X の正方形。こんなんがありますと。で、正方形の縦の長さを4センチ長くして、横を5センチ長くして、長方形作りましたと伸ばしたわけです。ビヨーンつって。 え、知ってます入らないんですね。こんな感じで伸ばしました。で、縦は4伸ばしたんだって。で、横は5です。ちょっと図がおかしいけど許して。こうの4伸ばしましたと。で、この伸ばした後の長方形全体ね。こいつが210平方センチメートルでしたよと。じゃあ、X いくつですかと言われております。長方形の面積は縦かける横。今の青のやつの縦っていくつって言われたら x すす4ですよねつまり縦は x 4かける横は x す5じゃないですかでそれが210になりますと言ってるのであとはこれを解くだけでございます。っていう感じよく出てくるのねこのタイプもね。で左側左辺を展開します。 x2 乗、プラス 9x、えー、X プラス20なのね。プラス20なんだけど、210こっち持ってくるんで、マイナス190。くっつけるとね、こうなります。で、あとはかけて190。あ、マイナスか。マイナス190で足してプラス9になる数字のコンビでございます。で、190。まあ、10入ってるからね。これ19かける10なわけですよ。19かける10。で、プラス19とマイナス10。 これでやると、因数分解ができていると。だから、答えとしては、x イコール、マイナス19と10になるわけ。ここからできるよね。マイナス19と10。でも今、最初正方形作ってるから、マイナスになるわけがないんだよ。長さにマイナスないからね。だから、負は使えないので、こっちはできないから、答えとしては、x イコール10でしたと。これで終了です。いいかなまあ、確かめでさ。 もともと10で縦伸ばしたら14、横は15、14×15 やったら210になるかなって試してもいいね。なるんだけど実際さ。で、今回9番でございます。はい、9番。これは、まあ、えっと、地道にね、言ったけど、x がこの5-2ルート3だと、こことここに入れて計算すれば絶対に導ける。だから、解く難易度はそんな高くないんだけど、 ちゃんと正規ルートで時間短縮で解く方法を思いつく方が少ないかもしれないタイプこれはいいかい地道に解いてねできないなって思ってもねでちょっと余談になるんだけど本当はえっ、ー、とね多分このタイプが多いあで自分問題見た時これじゃないんだと思ったもんえこれじゃないのっていうこれはね多いよこう x を指定されてこれの時値求めなさいっては非常に多いんだけど僕は違うんだよねそれなんで多いかだと説明します で、もしね、これ、赤の方、下の方ね、これだったらどう解くかっていうと、まず、いきなり入れるんじゃなくて、因数分解しに行くの。で、これ、因数分解すると、x-5 の2乗になってるんだよね。x-5 の2乗。そうすると、その因数分解した後に、x を代入すると、ここが5と -5 で、綺麗に消えるんで、 カッコの中がマイナス2ルート3だけになるっていう。もうこれ王道パターン。本当によく出てくるこれ。ね、マイナス2ルート3かけるマイナス2ルート3やるからこれ12ですよねっていう。これまあおまけね。ごめん。おまけにする。カッコ。これが王道なんですけど、それが使えない。でもどう、それ同じようなことやっていくので、ね、実際は。どうやるかっていうと、この部分です。前の2つ。x 二乗マイナス 10x の部分だけを見て、ちょっと無理やり因数分解を仕掛けにいきます。 仕掛けに行く。どうやるかっていうと、同じのを作るんです、さっきと。x-5 の2乗って作るの。でも、おかしいじゃん。戻らないじゃん。だから、これ x-5 の2乗って無理やり作ったのは、x2 乗と -10x が出てくるような因数分解を無理やりしたのね。やり方としては、この -10 っていう数字を半分にした数をここに入れればいい。そうすると、これもう一回展開で戻すとさ、 x2 -10x 乗10 X プラス25になるだからさっきは展開したら戻るからさ、これ別にこの変形 OK なわけ。でも戻ってないよね。戻ってない。じゃあどうするかっていうと、あ、25じゃダメじゃんと。25余計だから。今、この部分だけ見て、この部分だけ見て無理やり持ってきたから、あ、25が余計に出てきちゃいましたか。じゃあ僕の方で消しておきますんで、ってことで消すんです。 25、引けばいい。こうやって25を引いてしまえばこいつなかったことになるから、消えて。だから、この赤の波線の部分と、この全体は同じです、今。消えているからね。ただし、プラス2がもともといるから、プラス2もつけてあげてね、っていう話。こうやって。こうやって無理やり因数因数分解とかね、やっていく形を作っていく。 で、まあ、マイナス25とプラス2は計算できるからね、マイナス23にしておきましょうと。で、なんでこんなことやってるかっていうと、さっきと同じで、こうなってしまえば代入した時にめちゃくちゃ楽なんだよね。だって5マイナス2ルート3入れたらさ、5とマイナス5って消えるから、さっきも同じこと言ってるけど、カッコの中身がこれになってくれるわけ。こうやって。で、そうすると、これはマイナス2ルート3かけマイナス23で12ですよね。だから12、 マイナス23になるからマイナス11になってこれで終了実際にあの代入する地道にね代入する代入するの方法で自分もやってみてもちろんマイナス11出たんですけどやっぱりかかる時間ね結構変わるんだよねそうだから気付けるんだったらこっちのルートで厳しいなと思ったらこっちの地道ルートの方でぜひやってみてください んで、ラストですね。ラスト、えー、度数分布表です。あの、みかんの重さのやつね、あったじゃないですか。何も書いてないっていうね。何も書いてない、ね。なとすぐ終わるんですよ。すぐ終わるんですけど、割と忘れやすいっていう。で、今回何を求めるかっていうと、50個のみかんの重さの最頻値を求めなさいと。最頻値です。最も頻繁に出てくる値です。で、ちょっと度数分布表今、バッて出せないからさ、バッて出すわ。あの、動画戻ってねって言おうと思ったけど、めんどくさいね、みんなね。ちょっと見せてみて。これです。度数分布表。いい 一番大きい数度数13ですよねつまり110から120ですここが一番多いのねで間違いやすいのは13って書いちゃうの度数分布表の13が一番大きいからそうじゃないんだよ今110から120が13個あったじゃないですか最頻値っていうのはこいつの階級値を書かなきゃいけない え階級値って思った方いるかもしれないですけど、階級値っていうのは、これの真ん中の数字です。110から120の真ん中の数字。つまり、115ね。これグラムか。これが答えになります。もちろんこの問題が階級値出せって言われることもあると思うので、階級値は真ん中の数字。で、まあ、真ん中の数字がね、115ってパッて出てこない方は、110と120っていう、両サイドの数をか足してください。 多数こを。そうすると230ですよね。230。それを2で割るんです。そうすると110個出てくるから。いいかな最近、度数分布表の最頻値っていうのは、その階級の階級値。両サイドの数字を足して2で割ったものを書かなきゃいけない。それが最頻値になるので、ぜひね、覚えておきましょう。はい。ということで、またまた長くなってしまったんですが、今回は、高校受験対策の趣旨。 シシュシリーズ第42弾やらせていただきました。また次回もね、撮っていきます。ただおそらく土日の朝にね、また投稿すると思います。どっちかのね、朝に投稿すると思いますので、もしよかったら、ね、そっちの方見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。